かつて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。全てを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものを。は、父上。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあれば、きっと。ペルセウス！妙な感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より任務が最優先では。新入りの言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなかった。戦った。どう考えてもおかしいんだ。まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。主は強い。てめえらでもかなわねえよ。強き主か。死ぬ。お待ちの父様、言われなくても分かっています。お前たち羽柴軍ではないだろう。どこの軍の者だ。まだ届けるか。新世界の連中め。新世界、何を言ってるんだ。押し通る。これはまことに小牧山か。戦場の空気が見よう。家康様、どこにいるんだろう。何か変な感じです。羽柴軍も見当たらない。一体何が起きているんだ。他の軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そうですね。もしかして羽柴の同盟軍でしょうか。落ち着いてください、母上。それにしても様子が変です。これぞ無双。
騒がしいと思ったら見慣れぬ顔ぶれですね。大方例の連中の仲間だろ。父上の手を煩わせるまでもない。敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。すみません。私たち道に迷ってしまいました。ここはどこなんですか。この世界に来たばかりか。敵の言うことを鵜呑みにはできない。悪いが排除させてもらうぞ。ただの雑魚ではなさそうだな。この力を存分に決めるかもしれない。ただならぬあれが敵の総大将でしょうね。そのようだな。気を緩めるなよ、神明。ここまでですぞ。これより先へは行かせませんよ。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ちふさがるな。戦わざるを得ない。おや、打ち取ったね。何もご存じないとおっしゃいますか。いやいや、敵の言うことなど信じられませぬな。兵器に陳居を見よ。貴様ら、俺と戦え。ナオマサ、スマイさん。並々ならぬ気迫よ。相手にとって不足なし。本田平八郎戦勝がお相手いたす。やはりただの雑魚ではないようだな。そなたこそ敵ながら見事。この者と戦う感覚はどこかで。忠勝さんと互角。あんな人がいるなんて。私なんかが偉そうに分析しちゃってすみません。どうやら俺を本気にさせたいようだな。奴は追ってきていないようですね。あの凄まじい力は一体、とても常人とは思えません。見たことがない建物や不思議な服装の敵も気になります。私たちどこに迷い込んでしまったんでしょう。それを判断するには材料が少なすぎる。十分に注意を払いつつ周囲の状況を探らん。それにしてもあの男どこかで。この先何が起こるかわからん。そんな状況であればこそ己が武器を確かめ備えておくべきやもしれんな。